川村義彦は、日本の実業家。住友銀行常務を経て、糸満社長を務めた。1924年、6人兄弟の末っ子として、山口県に生まれる。山口商業に入学後、さらに上級学校への進学を希望するも、家庭の事情からそれは断念。1941年、学校の圧旋に基づき、戦時中の繰り上げ卒業によって、 住友銀行に入校。働きながら、関西大学経営学部に7年間通い、1953年に卒業した。下関支店に配属の後、招集され、中国大陸での転戦を経て福音大阪市内の営業店へ転勤となる。その後キャリアを積み、抜群の営業戦争を身につけた。中高の祖と称される、磯田一郎が、 本店営業部長を務めた際、次長は、辰巳外が、部長代理は河村が担った。その際河村は業績を伸長させた。酒井町、渋谷、銀座の支店長を歴任後、取締役に選出。銀座支店長時代には、水商売相手に積極的な預金勧誘を試みたほか、渋谷支店長時代には、リテール強化を打ち出すなど、 当時としては異色の営業活動を実践した。常務にまで昇進するが、副頭取を歴任した西定三郎と共に、戦後、商業高校出身ながら、住友銀で異例の大出世を遂げた。1975年1月、取締役人形調子店長を、在任時、天皇と呼ばれた、堀田昭蔵から直々に、大償及び東償に上場していた老舗企業伊藤一万 の再建を命じられ、ほどなくして、常務、本店支配人に昇格後、同年4月理事として、伊藤一万に転じ、続く5月には副社長に就任。さらに、同年11月28日、創業家出身の4代目社長であった、伊藤博士を引き継ぎ、第5代社長に就任した。この伊藤万入りの人事は副頭取に就任していた、磯田が、河村が過去に、 伊藤中将寺や丸紅を長く担当していたことから、その手腕に期待し、河村の派遣を断取ったものであった。伊藤満は大阪、船場に開業した、洋炭物商、伊藤一万商店を起源とするが、戦後の産業構造の変化に伴い、1970年には大規模な気候改革を実施した上で非繊維部門の充実に着手した。しかし、同様に船場を発祥とする、 繊維商社が総合商社へ転換し飛躍したのにかかわらず、全般に糸満の業績は低迷した。そこにオイルショックも重なり、経営は自利品に陥り倒産寸前であった。そうした中、河村は土日も出社し、約1000名の社員とも対話を重ね、意識革命を徹底し、結果として2年後には48億4900万円もあった累積赤字を一掃。 翌年には早くも復配にこぎつけることに成功する。また、アタケ産業が解体処理された折には、同社の繊維部門の人員の200名以上を引き受けた。ほか、1989年には2000億円の負債を抱えていたワンルームマンション販売を手掛ける杉山商事も引き受けた。さらに住友銀による平和総合銀行の九州合併の際には、 同工創業家の小宮山一族から株式を取得しようとする川崎忠徳社長のため、河村が磯田の意向を組み完全子会社であった糸満ファイナンスを介し、川崎忠徳に取得費用を融資した。この後、同社が取得した株式は住友銀に譲渡された。これによって1986年10月1日、住友銀は競争相手を退け、 平和総合銀を吸収。関西系であった住友銀における首都圏構成の足場が築かれた。しかし、社長就任以来達成していた増収増益が途絶えた頃から利益市場主義を希求するワンマン体制の歪みが表出し、石油の信用取引である石油業店に手を出し失敗。訴訟沙汰にまで発展し、糸満の信用は大きく失墜した。 また提携した居酒屋チェーンツボ8の強引な買収や、糸満ファイナンスの代償上場計画にまつわる不正、さらに当時霊感商法として批判を集めていたハッピーワールドへの融資にも焦点が当たっていた。これら問題の表面化に伴い、経営も徐々に悪化。そこで、拡大路線の切り札として、伊藤樹栄光を糸満に入社させる。その後、巨英中が糸満に、 総額528億円以上の会画を仕入れさせた、ほか、様々なプロジェクトへの資金を出させるなどして、糸満から資金を引き出して着服したとされた。この事件の発覚によって、河村は、1991年7月、特別配任容疑などで、大阪地検特別捜査部から、逮捕、起訴された。裁判は最高裁まで行き、2005年に懲役7年の、 形が確定した。なお後半中である1999年4月11日投票の大阪府知事選挙に無所属で立候補するが、河村は立候補9人のうち8位の18,385票で落選。横山ノックが再選された。くしくも、期日は磯田一郎の誕生日と同日であった。西は和歌山商業学校を卒業後、 住友銀入校。働きながら関西大学の野学を卒業した。1990年1月 CI を導入。糸満に称号変更。東京川崎財閥の資産管理会社。この絵画の実際の価値は265億円ほどであったとされる。ありがとうございます。